そうくん、くん、くん、くん。一番好きなアニメは何ですか？教えてください。一番好きなアニメだって。僕は、一番好きなアニメはですね、ナルトですね。ナルト。まあ、これは、結構、ずーっと言ってきてはいるから、まあ、他のね、なんか雑談とかで漫画の話とかしたときに、なんか聞いたことある人は、いると思うけど、ナルトなんすよね。これに関して。ナルト、そう。くんくんくん。今日からそうくんくんくんです。そう、ナルトが大好きなんですよね。最近好きなのは、でも俺最近全然見てないんだよね。逆に、なんかね、みんながおすすめしてるやつ全然知らないんだよね。鬼滅もアニ、ん？鬼滅じゃない、なんだっけ。呪術廻戦もアニメで初めて見たし。東京リベンジャーズも全然知らんし。なんか、チェーンソーマンも知らないし。全然見てないんだよね。東京リベンジャーズ流行ってるよね、今最近。ちょっと見たい。下着はね、見た、見た、見た。ハンターハンターも見てる。あ、不滅のあなたへってあれだよね。宇多田ヒカルが、ね、主題歌やってるやつだよね。熊部屋。何それ？漫画？ハイキューは見たことありますか？ない。怪獣8号おすすめされたけど見たことない。いや、俺全然見たことないんだよね。うわ、めっちゃおすすめ来た。やべえ、全然わからん。ワンピースも途中までしか見てない。全然見てないんだよね。だからね、コメントにあるやつ全然わからん。地獄楽も聞いたことあるけど読んでない。いや、なんか漫画さ、俺電子書籍の漫画全然なんか読めないんだよな。なんか気づいた。買っても全然読まない、逆に。なんかね、いつでも読めるから逆にいつでも読まなくなっちゃう。アクタージュも見たことないな。もう全然見たことない。そう。まあ、とりあえず、一番好きなアニメは、ナルト。ナルトと、ブリーチ。ブリーチもめっちゃ好き。ブリーチもね、マジでいいわ。本当におもろい。そんな感じです。